日生学園シリーズ番外編。はい。というわけでね、毎週日曜日、日生学園元生徒会長のペロリン山中に、日生学園のことをいろいろついね質問して話してもらってますけど、はいはい、その番外編としていろいろなね、ちょっとその本編で聞くほどではないことをちょっと聞いてみたいなっていう。ああ、まあね、うん、まあ、番外編も結構何回目か、ね、そう、今までね、お前なんか挨拶を再現してみたとか、先輩からの可愛がり挨拶だとか、ね、あと日生のこのスパルタな教育を受けてきた人なら、ペヤング激辛焼きそばなんか余裕出せとかね、はいはい、ああいうのをやってね、だいぶ日生のことバカにしてたもん。いや、結果そうになってるだけやけどバカにはしてないから。あ、そうだ、誇りを常に持ってますよ僕は。あ、本日ちょっと聞いてみたいことあるんだよな。今日は何ですか。やっぱ日生学園といえば有名っていうか、まあ、知ってる人は知ってると思うんだけど、掃除がすごいもう本格的だっていう。まあ、結構俺動画とかで見てたりとか、まあ、すごい有名やけど、そうそう、もうすごい掃除がすごい熱心だっていうね。ダウンタウンの浜田さんもやっぱそれ言ってた、テレビで、はいはい、掃除すごいんすよみたいな。だからちょっとそれを今から再現してもらおうかなと思った。いや、でもこれ毎回言うけど、僕がやってたことをやればいいな。そうそう、お前が普通にやってたことをあのそのまま再現してくれれば、それがだってリアリティでみんなが見たいものだから、まあいいんやけど、まあ、とりあえずじゃあやってみる、じゃあこれ雑巾用意してきたから、これちょっと今からお前ちょっとここじゃあ外だけど、まあ床掃除の程度ちょっと再現してくれ。じゃあこれ今お前、はい、これ雑巾ね、じゃあこれ再現してみる。じゃあ今から日生学園の元生徒さんに、掃除というものをね、日生学園の掃除を再現してもらいたいと思います。これが床として、床としてな。掃除サボってる？いや、サボってないよ。いや、さっきも言うたけど、俺はっていうか、俺らの時代というか、俺が在校生の時は、まあこんな感じ、床とか、これ雑巾やの？こう、まあ、こうやって浮いてたし、まあ、あのこうやってドドドドドって普通に見せる。あ、もう全然ダメだ。そんな、全然視聴者も納得しないし、求めてるそんなんじゃないし。本当。嘘ついてる、一斉卒業ってお前。え、違うよ、俺らのやってたことをやればいい。日商とかじゃない、え、別の学校じゃない、日商学園とか。そうですよね。あ、そうだ、今更そんな嘘ついませんって。あ、そうだ、ちょっとお前違う、一斉の心忘れてきてるな多分。一斉の心心忘れてきてる。ちょっともう一回今から一斉学園の過去の他の人が上げてるような動画を、掃除動画をチェックしてみ。掃除動画上がってるから。いや、なんとなくは有名すぎて分かるけど、いや、ちょっと今のだからもう忘れて、心がもう忘れてきて。いや、俺らの時はこうやってん。いや、ちょっともう一回だから今からちゃんとした過去の動画とか、浜田さんが話してる話とかもう一回見直して、もう一回ちょっとちゃんとした日生の掃除ってものを再現してる。じゃ、それを動画をしっかり見て再現したらいいの。そう、じゃあ今からちょっと動画見直します。というわけで、ちゃんと動画を確認してもらったんで、今から日生学園のちゃんとした掃除を再現してもらいたいと思います。日生の人ってなんか薬物やってんの？やってないわ。待てってお前。待てお前。だいぶひどかったぜ今の。待て。今のとこだけ切り取ってネットに載せたら、お前本当薬物依存症だから。大炎上や。違うやん。まあ動画で確認じゃ。動画で確認したらこんな掃除は確かにしてたけどな。お前なんか変な動画見てんじゃないそれ。いや薬物のなんかあれじゃないの、そういう使用禁止的な教材じゃないの。いや違うわお前、違う、ウェーってだって最後カメラ目線でウェーって言って、いやだってあんな俺ゾンビ映画でしか見たことない。ゾンビと一緒すんな俺はお前。いや、まあ、まあその診療って言いますか、あの、まあ、体育館を道場と呼んで、道場をこう雑巾がけね、ワッシュイワッシュイとか言いながらやってたあのことを、まあ、ちょっと再現はしましたけど、あの決してバカにはしてませんから、昔の卒業生さんたちを。あ、そうだ、僕日生大好きですからね。あ、なるほどな、あの動画にできるって言ってたからな。ちょっと俺のな、掃除がそんな感じだったのか。まあ日生学園の
まあ昔のというか、ね、昔の掃除か。今はこんなんじゃないですからね、うんうん、よくいろんな素人の人がな、あの日生学園ごっこを真似してみた的な動画を上げてるのと、いやそれの方がバカにそれやないか。全くでも同じだったから。おい卒業生がごっこやってみたいなさ。いやもうほんまあかんやん。俺もうなんていうの、その母校に泥かけてるやん。そうだな、後ろ足で泥かけてるというわけでね、卒業生に掃除を再現してもらいましたんで、本編の方もよろしくお願いします。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレて、キャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近は娘もないんだって言われておしまいですよ。もう人生の集大成ですよ。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいいよ。何よ俺、俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。